上の段のベンチ。ここは公園みたいなところ。私はベンチに腰掛けている。液晶画面を見ていたような気がする。ただし、私は携帯端末など持っていない。自宅のパソコンのことを考えていたのだったか。やがて同じベンチの右側に老人が腰掛ける。彼はカップ麺のようなものを食べ始める。なぜここで食べるのか、よりによってこのベンチで。その行動の理由がわからない。気づくと足元にポリ袋が落ちていた。この老人が落としたのだろうか。マナーがなってないと思うが、こんな老人になっては、今さら注意したところで改まるはずもない。また一つ諦めのネタが増えた。それはともかく、目の前には段差がある。帽子をかぶったおばさんが下の段で草取りをしている。ここが駅のホームで、おばさんが線路にいるかのよう。そういえば、レールのようなものまで見える。実際、電車のようなものが急速に接近してきた。だが、それは草刈りおばさんがいる下の段ではない。私が腰掛けているベンチのある上の段だった。